サインビートたけしは、日本のお笑いタレント、映画監督、俳優。本名及び映画監督としての名義は、北野たけし。東京都足立区島根出身。君党は朝日小受賞。タモリ、アカ三馬サと共に、日本のお笑いビッグさんの一角を担う。日本国外では、本名の北野たけし名義での映画監督として知られる。 1980年代初頭に起こった漫才ブームで漫才コンビ2ビートとして社会風刺を題材としたシニカルな笑いで人気を獲得しザ・漫才、俺たち表金属などに出演し番組が大ヒットした。1990年代からはテレビ番組の司会や映画監督業を中心に活動している。映画監督時や平成教育委員会などの番組では本名の 北野武名義を用い、その他の番組、映画で出演するときは、芸名の B と武史でタレント活動している。これに関して、2010年5月9日放送の平成教育委員会にて、アカデミックな場所では、北野武または、マス北野、芸人として出るときは B と武史で使い分けているとの胸を述べた。日本国外では、基本的に本名である。 たけしきたのだが、ビート、たけしきたのという、本名と芸名を合わせた名義を使うこともある。また、絵画では、ビートたけし、きたのたけし名義を使用する。落語立川流 B コースの一員で、講座名、立川金之助を持つ。近年は落語を講演する際、立川談春から一時もらい、立川梅春を名乗っている。東京都にある、東京都立和立高等学校から、 明治大学工学部機械工学科助席、元、東京芸術大学大学院映像研究科、特別教授塗装職人の父、北野菊次郎と、母、北野咲の四、男として生まれ、竹のようにどんなものにも耐えて、すくすく伸びてほしいとの願いから、部と命名された。平凡パンチ1978年11月13日号のインタビュー記事では、浅草に生まれて、 下町に育ったと語っており、1982年、週刊、三景の小林信彦との対談でも、生まれたのは浅草で、すぐ移って、物心ついた時には、足立区にいたんですと話している。色白で細で小柄だが俊敏で、友人からは、立ちと、あだなされた。京子とは、年が離れていたため、祖母の北の牛に非常に可愛がられて育った。 母親からは厳しく接せられた。足立区立梅島第一小学校に入学。教育熱心だった母の君導学校を創始成績は優秀で特に算数と図画工作が得意だった。小学校卒業後は母親が進学校を希望したため近隣の中学ではなく遠く離れた足立区立第四中学校へ越境入学した。中学卒業後、 東京都立足立高等学校に入学。なお、小学校、中学校、高等学校では野球部に所属したが、高等学校在学中に米倉ジムでボクシングを習っていたという。なお、演芸場時代は漫才師の野球チーム、メガトーズに加入していた。また、未成年時代に飲酒していたことも自身の著書で明かしている。1965年に高校を卒業し、 母親の勧めで、明治大学工学部機械工学科に、現役合格し入学。しかし大学での生活には適応できず、5月病を患うようになり、大学2年の時には、家で同然に一人暮らしを始め、東京都新宿区の界隈で、当てのない日々を送るようになる。学生運動にも参加したが熱心ではなく、ジャズに傾倒する。レフティキャンディや、新宿アッコブ。 名曲喫茶、風月堂などに入り浸った。また、ジャズ喫茶のボーイもしていて、ジャズの見識は一部で有名であった。東京都新宿区にあるジャズ喫茶、ビザールでは、若松孝二、小水和浦と知り合う。また、ビザールのボーイの後輩に、萩原作美がいた。ビレッジバンガードで、おそばんのボーイとして働いていた時は、長山のりおが、 早晩のボーイとして働いていた。ジャズビレッジの壁に書かれていた文章、強く生きよと母の声、死ねと教えし父の顔、何の宛てなき人生なりが心に残ったとのこと。この頃は、青春の葛藤期でもあり、友人の下宿に居候し、アルバイト三枚だった。ジャズ喫茶のボーイ以外に、歌詞の計り売り、実演販売員、ビルの解体校、クラブのボーイ 東京国際空港での荷下ろし、タクシー運転手、ガソリンスタンド店員を転々とする。東京国際空港の二役作業では、ジャズ喫茶の常連客だった中上健二が先輩におり、共にカルーラインドネシア航空の二役として働いていた。後に通訳になろうと思い立ち、留学費用を稼ぐ目的で、タクシーの運転手を務めるも半年で退社。 ガソリンスタンドでアルバイトをした。この間、若松との縁で、新宿マット、原菓子女など、いくつかの若松プロ初期作品に、早くながら出演したり、学生演劇に参加したが、ボードビルのような剣劇で、舞台役者ではなく、構成に携わっていた。大学は140単位のうち106単位まで、取得していたにもかかわらず、結局通学せずに除籍になった。 その後、2004年9月7日には、明治大学より特別卒業認定賞、明治大学独自の制度であり、法的な大学卒業とは異なる及び知名度アップに貢献したとして、特別功労賞を受賞。学生運動が収束に向かったこともあって、自身も挙手を模索する必要に迫られた。芸能に興味はあったが、アングラ演劇には馴染めず、理工系なので、 文学的なものはわからない、しかし演芸なら自分にも理解できるだろうという理由で、いつしか芸人を志望するようになった。ただ、子供の勉学に厳しく、大学にまで入らせて芸人の道を志した息子に、母は怒り嘆げき、子供の頃から厳しい勉強を強いられて、窮屈な思いをしていたたけしは、これに猛反発。北野家においても、近所の定裁を考えて、 芸人を目指した北野家の部という存在はなかったことになっていた。1972年夏、東京都台東区浅草にあるストリップ劇場の浅草フランス座で芸人見習い志願としてエレベーターボーイを始める。当時、岳氏とおぼしき人物を見た井上久志は不機嫌そうな青年とその印象を述べている。やがて同劇場の経営者兼座長であった。 深見千座不老に指示し、前座芸人、北千太として、コントを学ぶ。初舞台は、痴漢のコント。幕愛コントに出演して、腕を磨き、芸人として、タップダンスの修行にも励む。座員の多くが深見を近づきがたい存在として見て、いたが、武けは、物おじしなかったため、深見から気に入られた。ただ、深見は、一般の場所でも、唐突にギャグを連発。 間髪入れずに死を即興で罵倒という技術を仕込まれ、この得意な芸の仕込みに、来たのは深みに46時中振り回される形となり、芸を習得、模索することになる。この指導もあり、舞台ではアドリブを駆使し、言葉の拾い方に独特の斬新さがあったため一目置かれ、後に誕生する漫才コンビ2ビート独自の芸風の基礎として取り入れられ漫才ブームで駆使し一気に開花する。 当時はフランス座の四条館の屋根裏部屋で寝泊まりをしていた。長次でフランス座の新人芸人とコントコンビを組むことを考える。舞台が活動の主軸を胸としていた深見は漫才での活動を望んだで子の北野を即刻破門。漫才を主軸に活動の場を放送媒体に移す。コントでの芸能界デビューを模索した一方、 フランス座に出入りしていた二年先輩の金子二郎から漫才コンビを組むよう誘いを受けた。コントにこだわったたけしは漫才に慎重だったが、当時フランス座は経営難で給料の支払いすらこと書くようになっていたことや、コントコンビを組む予定だった相方の病気もあり、また、背広一つで稼ぐことができる漫才に魅力を感じていたことから、諸角や千代若、千代木門下の漫才コンビ、 初角や二郎、二郎の二郎として舞台に上がることを了承した。深みからは引き続きフランス座の屋根裏部屋で住むことが許された。当初は金子が、ツッコミの正当派の掛け合い漫才で全く目が出ず、フランス座にいた頃よりも貧窮した。清が一時コロンビアライトの付き人をして、生活をしのいでいたため、その縁で、空、高清と名乗って、工業に出たこともあった。 また、当時は、ツッコミ担当で、ネタは清志が作成していた。東京都外のキャバレー周りの営業なども行ったが、たけしは、推格相手の仕事を嫌い、出番をすっぽかしたり、酩定して舞台に上がることが多かった。また、店を誹謗したり、客やホステスに喧嘩を吹っかけためたびたび舞台から、降ろされた。そのため、金子はバツナギに使う記述ネタを用意していたという。 そしてこの頃から暴走ネタ、危険ネタへシフトしていき、ボケとツッコミの役割も入れ替わった。右与曲折の後、二人はコンビ名を2ビートへと変更し、たけしは B とたけし、金子は B ときよしを芸名とした。その頃、大阪府で頭格を表してきた B&B のスタイルに触発され、2ビートもスピードを早めて喋りまくるスタイルへ変貌した。 それに高応するように、服装もタキシードに、蝶ネクタイからアイビールックへ変更することで、古臭い漫才師の様式から脱却を図った。当初ツビートは、大演で、小畜演芸場の舞台に上がっていたが、支配人に認められてからは、出演回数も安定するようになる。毒舌の限りを尽くした起手破りのタケシの、ツッコミネタも、去ることながら、 ボーイズグループの楽器を拝借して、現れたり、座布団の上に座って、漫才を行ったり、型破りな舞台が多いため、他の芸人が見に行ってしまうので、ツービートが漫才を始めると、楽屋が空っぽになると評判になった。演芸場での人気とは裏腹に、その破壊的な芸風は一部の関係者に受け入れられず、激しい抑圧を受け、漫才教団から脱退を求める声すら起きたという。 1976年教団が主催する NHK 新人漫才コンクールに2ビートは3年連続で出場したが最優秀賞を獲得することはできなかった。1978年東京都新宿区高田の馬場にある法林道書店前で持ちネタのすべてを披露するマラソン漫才2ビートギャグデスマッチなる漫才ライブを開催したがこの企画をした。 高慎太郎とのつながりで、武氏も、高平哲郎や勝塚藤を、田森などと一時期交友関係を持った。その後、酒を飲んで、軽いジョークを言い合ったりする、あの洒落た笑いが肌に合わず、おのずと距離を置くこととなった。11月、花王名人劇場において、人気落語家、月の家遠鏡の共演者に抜擢される。古派から、道と言われたと、道漫才師、 ツービートを共演させ、遠鏡 VS ツービートと銘打って放送された、この企画が交換触を得たことで、花王名人劇場での激突。漫才新幹線制作への布石となり、後の漫才ブームへ繋がった。1980年からの漫才ブームでは、ツービートは、毒絶漫才と、毒絶ネタを売り物に、B&B やザ、ボンチ等と共に一躍知名度を上げた。 即射法さながらに喋りまくる岳子のスタイルや、金属バット殺人事件や、深川通り魔殺人事件といった、時事性の高い話題をいち早くギャグに取り入れる、不謹慎ネタは、残酷ギャグ等と批判を受けることもあったが、岳子は、たかが漫才師の言うことに腹を立てるバカと言ってのけた。日本船舶振興会の広告を皮肉って作られた、注意一病気が一生、車に飛び込め元気な子。 気をつけよう、嘘が痴漢を待っている、寝る前にちゃんと締めようやの首、赤信号みんなで渡れば、怖くない、少年よ大使追いだけ、老人よ破壊し追いだけ等の一連の兵語ネタは、毒ガス兵語と言われ、ブーム初期の定番ネタとなった。1980年6月、ネタ本、2ビートのは、毒ガスだを発刊し、年末までに約85万部の売り上げとなったが、 当初事務所側は、せいぜい3万部程度の売り上げと、見込み、印税全額を二人が受け取る契約を結んでいたため、大金が転がり込んだという。レオタードのハイレグを起死した、コマネチこの時期に、ツービートとして出演していた、スター爆笑座の初代司会であった千田光男楽屋で、雑談中に、たけしの代表的ギャグとして知られる、コマネチ、のギャグが生まれた。 1980年10月、昼の帯番組、笑ってる場合ですよ。で、2ビートは、火曜日のレギュラーとなった。1982年10月、ブームの終演とともに、番組も終了したが、最終回でたけしは客に対し、何でもゲラゲラ笑い上がって、本当はお前らみたいな客、大嫌いだったんだよ。と語った。1982年の夏には、ブームは、 完全に収束し、たけしは、2ビートのたけしとしてではなく、タレントビートたけしとして、この頃以降は、単独で司会をする番組を多く持つようになるなどしていった。漫才ブームを生き残ったたけしは、自身のスタイルを大きく転換させる。毒舌化というパブリックイメージはそのままに、ネタに依存する小ーモードの高いしゃべりを捨て、パーソナリティを軸とした芸風に移行していく。 1981年元旦から日本放送 NRN 系のラジオ番組ビート、たけしのオールナイト日本、同年5月からフジテレビ系の俺たち表金属がそれぞれ開始される。1982年から1984年にかけて番組出演中に弟子志願者が押しかけ相当の数が集まったことから集団で行うバラエティを模索。日本テレビ、 スーパージョッキー、TBS、笑ってポン、等が始まった。また、白色が評価されて、毎日放送、世界丸ごとハウマッチ等で、文化人的な出演要請も増えた。上記は、1985年当時のレギュラー番組、すべてであるが、このうち日本テレビ、テレビ朝日、TBS、フジテレビの20時代番組で、すべて最高視聴率をマークした。 なお、たけし城、元気、スポーツ大賞は、すべて実質ビートたけし本人の企画、構成によるものである。その他、放送以外に歌手としてのレコードリリースとライブ活動、文学小説の出版、ファミリーコンピュータのゲーム企画もいった。この頃より、タモリ、アカシア、サンマと共に、日本のお笑いタレントビッグさんと称されることとなった。 漫才を披露することはほとんどなくなったが、かつては TV では、島田洋七との B&B とで、稀に弟子のライブに飛び入りで、相方ビート清との2ビートとして漫才を披露することがある。2014年10月27日、約30年ぶりとなる単独ライブを渋谷の CBGK 渋劇にて開催。ライブのタイトルは、たけしが毎週ニュースキャスターの楽屋で、 朝ズバ。なんかで使ったパネルを勝手に拝借して、いたずら書きをしては、ニュースキャスター後の S1 で TBS に来ていた爆笑問題、田中の楽屋に沿って置いていたパネルが溜まったので、テレビでお披露目しようとしたら、どこのつぼ根からも相手されなくて、仕方なく、ライブでお披露目することになった、竹し的、スライドショーなライブ。約200席のプレミアライブは、約1分で即完売となった。 浅草公会堂の手形ビートたけしは自らを、俺、僕、オイラと呼び、それぞれ場の雰囲気に合わせ使い分けている。オイラは下町、職人言葉の位置づけで、自身が育った島根町が職人街だったことと関連するとしている。かつて、足立区の広報誌から受けたインタビューでは、足立は東京の下町だね。その足立の下町が島根だというの。 島根は、下町の中の下町、あだちの中のあだちだって思うんだよね、とコメントした。たけしのモノマネをする際の動作として定番化している、頻繁に首をひねる動作は、癖ではなく、ツービート時代に、トランポリンで飛び跳ねながら、漫才をやってくれと頼まれ、稽古中に、頭から落下してしまい、警椎を負傷。以後しばらくの年月に渡り首に、違和感があったためと、週刊ポストの、 連載コラムで述べている。たけしが司会のバラエティ番組などにおいて、他の出演者がくだらないことを言ったり、話が噛み合わなかったりなどちょっとしたミスをするとたけしの近くにいるタレントやたけし軍団などの後輩芸人を、たけしがピコピコハンマーやハリセン、メガホンで叩いて、笑いに変えることがある。これは、たけしが過去に出演した映画、戦場のメリークリスマスにおいて、 監督の大島渚が、たけしが NG を出した場合、本業が俳優でないたけしへの配慮として、助監督が代わりに叱られるというものから来ている。このたけしのやり方によって、普段はなかなか突っ込めない女優や先輩タレント相手、または、ロケなどでちょっと離れた場所にいるタレントにも、結果的に突っ込むことができるので、この突っ込みを真似する芸人もいる。また、番組冒頭で、 というわけで、というセリフと同時に司会を始めるたけしのスタイルは、もともとは、他の出演者に、どういうわけだよ。とツッコミをもらうためのボケに過ぎなかったが、バラエティ番組などで、当たり前のように常用されている。愛称は、たけし、多くの芸能人からは、たけしさんと呼ばれるが、田森や、和田アキこからは、たけちゃん、たけし軍団やたけしを慕っている、後輩芸人からは、 天と呼ばれており、ところ常時からは、北野さんや、おじさん、おいさんと呼ばれ、赤子や三馬からはたまに、おっさん、ビート、竹と呼ばれる。小福亭鶴瓶からは、兄さんとも呼ばれている。詳細は各校を参照。芸人として、同じ浅草界隈で育った、先輩芸人で、漫才ブーム当時などすでにお笑い界のトップに、君臨していた、萩本金一に対し、 批判的な意見を述べていた。コント55号の毒のある笑いは好きだったが、萩本が一人で司会をするようになってからのアットホームな笑いや、ザ・ドリフターズの子供向けの笑いに、自身の目指すお笑いと今後のテレビ界に危機感を感じたため、萩本気にちと、怒りや長介を引きずり下ろしたかった、この二人の画像を崩さない限り、表金属はありえないと思った。と語っている。 萩本やザ・ドリフターズと入れ替わるように、たけし自身がお笑い界のトップに君臨することとなる。萩本とたけしのテレビでの共演は未だに実現していない。1985年までのお笑いビッグ3は、萩本、タモリ、たけしであったものの、この3人を全面に出した番組はなかった。トーク番組の最終回に、スペシャルゲストとして招かれることも多い。 素敵な出会い朝8時、くめひっぽ。絶対や、痛い戦一人、笑っていいとも。テレフォンショッキング等。大阪市にある放送局のローカル番組にも時折、出演することがある。特にたけしのレギュラー番組を多数制作している。朝日放送に関して縁が深く、探偵。ナイトスクープ、ナンバー一番館などにもゲスト出演している。また、関西テレビや、 読売テレビに関しては、屋敷鷹人との進行もあり、鷹人の番組にゲスト出演している。一方で、毎日放送に関しては、イーストエンターテインメント制作の日本全国ネット番組に限定され、ローカル番組では出演がない。また、関西、関東いずれにおいても、独立局への出演は全くと言っていいほどなく、 極めて珍しい例として2015年5月22日放送のバライドダンディにゲスト出演したことがある。2009年10月3日放送分の TBS オールスター感謝祭で総合司会の島田信介が番組開始前に自身の楽屋に挨拶に来なかったとして回答者の東京03に激怒したとされる件に関し同年10月27日付の東京スポーツに 新助が挨拶がないとかって若手の東京お礼さんってのを怒ったものだから出番前にタレントがいちいちおれんとこに挨拶に来てうるさくってしょうがないよとのコメントを発した。林家三平の襲名披露工業で披露して以来林家三平と国武幸子の結婚式やトンネルズの皆さんのおかげでした内で行われたいいおかずきの披露宴、森田和義泰は笑っていいとも のテレフォンショッキング最終回等で表彰状ネタをしばしば言っている。ところジョージとは親友である一方で、たけしは、ところの生活スタイルに嫉妬していると告白している。2015年12月29日に放送された、一流が嫉妬した、すごい人で、ところの生活スタイルは、発想が違っていて、俺には真似できない。俺は、 ところから仕事以外の楽しみ方というものをすべて教わったと話している。また同番組でたけしは過去に広報に人とにも嫉妬したことがあったと告白している。俺もしかするとお笑いじゃなくてこういう感じの音楽をやりたかったんじゃないかなって気づかされて嫉妬したねと話し広報の歌については悲しいのよ。 不良をやろうとして不良になれないこのパンクって感じがしてね。歌での表現でしか不良できないのかなと感じたんだよね。よく考えるとパンクではなくて演歌なんだよね。でも感じがパンクなんだよね。こういう歌を10代とかに聞いていたら涙したんだろうなぁと評している。長く活躍したこともあり、知名度は高い。2020年7月22日に放送された。 水曜日のダウンタウンの古今東西日本人知名度ランキングでは第5位にランクインした。秋人と美智子に対しては異形の念を述べている。ビートたけしが秋人をすごい存在と初めて思ったきっかけとして、中学生時代に母親に連れられて、皇太子非時代の美智子を送りに軽井沢に行ったことを、武田久志康史と対談した際に明かしており、 強制されていった感じはなかったと述べている。天皇について、信仰に近いというか、神にかなり似た存在と形容しており、日本の歴史を振り返ると天皇は、花からいる存在とも述べている。2009年に、宮中茶会に招待されており、秋人と道子が武士の映画を見ていたことを語ったり、体調を尋ねるなどされ、緊張したことを明かしている。過去に、 たけし自身に、死守報奨受賞の打診が来たが、断ったエピソードを明かしており、理由は、本人曰く自身に逮捕歴、前科があることや、受賞式に配偶者が出席しなければいけないという決まりがあったからであるといい、本当はもらいたかったけど、俺はもらうような立場ではないと、お断りを入れたとも述べている。この事態について、たけしの弟子の東国丸秀夫は、 死受報奨に賞金がないことを理由にしていたとギャグとして述べたが2016年10月21日に天皇夫妻の公務を増やしたくなかったことが受賞自体の本当の理由と明かした2019年4月10日に国立劇場で行われた秋人の天皇在位30周年を祝賀する感謝の集いでは映画監督北野武として登壇しギャグを挟みながら 祝辞を述べた。2ービート時代からの漫才はもとより、週刊ポスト連載の独破リコーダンや、新潮45連載、東京スポーツ連載、ビート、たけし本市客員編集長の世相滅多切り、テレビ番組、ビート、たけしの TV タックルなどで世相を風刺する発言も多く言っており、それが話題となることもある。例えば、1990年代に、 北野党を立ち上げると冗談で発言したことが大きく取り上げられたこともあった。別の一例としては、1992年に新潮45の連載にて地球に優しくなんかできないのタイトルで地球に優しくしたいなら人間殺さないといけないと当時の政財界やマスコミによるエコロジーブームの欺慢性及び船舶さを皮肉った。この地球に優しく体は 同年6月18日付の朝日新聞にビートたけしと地球環境と題した環境問題への無関心を今める社説が掲載されるなど反響を呼んだ。なお、この文章は1996年の山形大学教育学部の入学試験の小論文試験の出題にも使用された。原子力発電については原子力発電を批判するような人たちはすぐに もし地震が起きて原子炉が壊れたらどうなるんだとか言うじゃないですか。ということは逆に原子力発電所としては地震が起きても大丈夫なように他の施設以上に気を使っているはず。だから地震が起きたら本当はここへ逃げるのが一番安全だったりする。でも新しい技術に対しては危険だと叫ぶ狼少年の方がマスコミ的には受けがいい。 東京湾に原発を作れと、賞賛とも皮肉とも取れる発言をしている。北朝鮮による日本人拉致問題をテーマにした映画を作りたいと2008年7月21日放送分 t b タックル2時間スペシャルの収録で発言したが、その場面がすべてカットされたことが週刊文春2008年7月24日号で報じられたことがある。日本放送 オールナイト日本にて日本テレビから同局がチャリティ番組として放送し募金活動も行っている24時間テレビ愛は地球を救うへの出演オファーを受けたが拒否したことを明かしているさらによだれ垂らした芸能人どもがめちゃくちゃ高いやら稼ぐくせにこれ以上貧乏人から金巻き上げんなチャリティっていうくらいならお前ら全員ノーギャラで出ろよと発言し 偽善番組とも述べている。情報7デーズニュースキャスターで、当時のアメリカ合衆国大統領、バラク・オバマが、同性婚を支持することを表明したニュースを取り上げた際に、同性婚が認められたら、そのうち動物との結婚も認められるようになったりね、結婚した男二人が子供育てるって言うけど、その子供はどういう風になっていくんでしょうね。お前のお母さんは、お父さん とか言われんじゃないのとギャグとして発言し、すぐさま渡辺えりからどうしてそういうこと言うんですかと反論されたことがある。ただし、たけし本人はこういった発言があまりにも大きく取り上げられたり、反応されたりすることに対し、芸人の言っていることをいちいち真面目に取り上げるな、などと述べている。また、芸能ネタを語ることもあるが、話していることの中には、 たけしの創作も含まれていることが著書で語られており、嘘の情報源はお礼とも述べている。漫才ブームが過ぎ、時代に生き残るための材料を試作していた時期、たけしはテレビのさらなるバラエティ消化が進むと予想し、タップとピアノはやれないとみっともねえだろうと考え、たけし軍団でもタップ、楽器、大見神楽が必修科目となった。その中で、大見神楽は、 エビーチ・ソメノスケ、ソメ太郎を師匠として学んだが、ソメノスケの技は、カルー・リュウ・ナトリであったことに由来すると知り、日本舞踊も習うようになった。タップダンスに対する思い入れは深く、毎日練習を欠かさず行う。映画、ザ・トウシの撮影では踊るシーンがないのにもかかわらず、練習をしていた。海外に渡航する際ですら、タップシューズを持参するとのこと。 最近では2013年にポカリスエットの広告や2019年の FNS27 時間テレビでタップダンスを披露している。ピアノを弾くのはバイエル、ツェルニー、そしてソナチネまでで、それ以上の域に到達する必要はないという。これは、さらに上を目指すのは、本末転倒でタップもピアノも真剣にやろうと思えばやれるところまで到達し、 それ以降はいかにアレンジしてみせるかを考えるのが芸人の仕事だとする彼の考えに由来する。ミュージシャンとしてのサザンオールスターズの桑田圭介を大した天才だと思うと述べており、カラオケのレパートリーとして真夏の果実、マンピーの G、スポット、シーサイドウーマンブルースを挙げている。ただし、桑田が監督を務めた映画、 稲村ジェーンや2014年の年越しライブでの支持報酬に関連するトラブルに関しては批判的な発言を述べていた。また、桑田も芸人としての岳氏を認めている。幼少時代にもあるように教育熱心だった母親は日本が高度経済成長期であったことを踏まえ算数を勉強しておけば将来働き口に困らないだろうという考えから岳氏が 子供の頃から算数などの理数系に力を入れて勉強するきっかけとなった。理系学部出身であったことからもわかるように、数学に対する造形は深く、もし道を間違えなかったら、数学の研究者になりたかったとも語った。1980年代の民放番組の司会進行中に、自分は漫才師になったので今がある、物理学の道に進んでいたら、もうすでに、 ノーベル賞を取っていると真剣な面持ちで話し、編集されなかったこともあった。数学好きが講じ、たけしのコマネチ大学数学科をスタートさせ、その才能を発揮させている。ここが変だよ日本人では、数学というものは哲学であって、すべての事象は数学に支配されており、数学で説明できると発言している。たけし、いつみの平成教育委員会では、数学は、 答えさえ合っていれば良いという独自の考えで、正解ながらも、会の論拠が間違っている生徒を優秀生徒に選出したことがある。野球をこよなく好む。幼少の頃からプロ野球のチーム、読売ジャイアンツのファンで、特に長島茂雄を敬愛している。草野球チームでは、投手を務めることもある。野球をする時の武岳は真剣であり、川崎球場での番組収録中。 グラウンドに男性アイドルが登場したため女性ファンの歓声により試合どころではなくなってしまった。その際に誰よりも早くここはグラウンドで野球をやってるんだぞ。コンサートじゃねえんだ。とスタッフを一括した。現在では日本のプロ野球よりもメジャーリーグへの関心が高い。神宮外苑の南式球場が一種のホームグラウンドで最盛期は 年間70試合近くも行い、1991年の阪神タイガースファン感謝デー並びに1992年の千葉ロッテマリーンズファン感謝デーで、軟式ルールながら、阪神、ロッテに勝利した。作家、伊集院生が連載していた一世、二日酔い主義の中には、岳と一緒にプレーをした記憶に触れる回がいくつかあり、岳のグローブでは、 タケしの使い込まれたクローブに、したたかな野球少年の面影を重ねて描かれていた。格闘技では、自身もジムに通った経験を持つボクシングを好み、映画、キッズ・リターンを作った。映画の中で人を殴るシーンや、座頭誌における坂手切りのホームには、影響が垣間見える。浅草時代を知る石倉三郎は、タケちゃんの喧嘩は、ボクシングスタイルで、 結構パンチも早かったと述べている。なお、たけし自身は1963年の高山、和夫対、勝又幸夫戦、1971年の金沢、和夫対、ルーベン・オリバレス戦をベストマッチに挙げている。その一方で、1987年のたけしプロレス軍団にまつわる騒動において苦い、経験もした。また、空手で骨折し、 拳の一部が変形している。キムヨナの指先の微妙な動きと豊かな表情を高く買っており、役者として演技力がうまいな。技術は、マオちゃんと変わらないし、ジャンプは難しいことやっていないのに、演技力が圧倒的だった。マオちゃんは芝居を勉強したらいいよと述べている。浅田マオに対しても、情報7デイズニュースキャスター2014年2月22日放送分で、 マオちゃんよかったね。いいんだよ。どうせあんな祭典なんてインチキなんだからと、冗談交じりで述べ、マオちゃんみたいなのはね、メダル取れなくたってね、感動があるんだよ。だからいいんだよと評価している。他にもサッカーに詳しく、J リーグ開始以前の国内、海外選手に特に詳しい。また、相撲にも造形が深く、自身が、 メインキャスターを務める情報7デイズニュースキャスターの番組内でその白色ぶりを発揮している。一方で鉄棒の逆上がりや飛び箱といった機械体操の類は不得意であり、後にたけしの出演番組内でもネタにされ、たけしの飛び箱オリンピックと題した苦手克服企画が1988年の年末に放送された。オリンピックを愛する男であり、 日刊スポーツの東京五輪パラリンピック特集では会場、費用負担、新競技など問題点ばかりが目立ってしまった特集掲載期間中、五輪を愛する武氏はあえてオリンピックは末期状態と厳しい言葉でツを入れた。オリンピックの商業主義も批判しており、アジェンダ2020を採択する一方で高い理想、高価な施設、高級感のある 大会運営を強いていることに関して、利権を持つ欧州貴族がうまいことやって、金を儲ける手段になっていると一刀両断。東京大会で、スケートボード、サーフィンなどを新種目としたことにも、違和感を覚えている。2024年大会の立候補地にパリとロサンゼルスしか名乗りを上げなかったことに関しては、異例の事態に、やりたいところなくなるよと言い,い。 元来ギリシャの五輪なんだから、毎回ギリシャでやればいい。会場も、毎回作らなくていいし、成果も運ばなくていいと皮肉った。花火が、第54回ベネツィア国際映画祭で、金子賞を受賞第53回カンヌ、国際映画祭にてたけしは、幼少期ほとんど映画を見たことがなく、黒沢明との対談では、力道山物語、二等兵物語、 鉄道員しか見たことがないと話している。また黒沢は、たけしの映画作品を余計なものがないから好きだと評価している。その男、凶暴につきは、監督、深作金次主演、ビートたけしで映画化を予定し、配給の松竹は、両者の間で交渉を進めたが、スケジュールや条件で合致せず、深作が辞退した。そこで、松竹は、 人物的魅力と話題性から、たけしでの、北野で表記に監督を依頼したところ、テレビの仕事と両立させることを前提として承諾。一週間おきの撮影という珍しい形態が採用された。映画監督、北野たけしとしてのデビュー作、その男、凶暴につきは、1989年に予定通り公開された。この時のことを、後年、 関根純造の著書の推薦文であんなに大変な仕事はあるのかと思った。と述べている。1997年映画花火が第54回ベネツィア国際映画祭で日本作品として40年ぶりとなる金字賞を受賞した。発表直後、来たのは異分屋出身者でも大きな賞を取れると示すことができ、これから映画を目指すものに刺激になったと思うと語った。 受賞式では、今度また、イタリアと組んで、どこか攻めよう。Let's try again with イタリア &GoTo サムカントリーオ o と日英両語でスピーチ。帰国時の記者会見で、現地の土産物屋で購入した禁止資像のミニチュアを披露して笑いを取った。第52回カンヌ国際映画再コンペティション部門に正式参加した映画、菊次郎の夏で、 約5分間のスタンディングオベーションを受けた。2005年4月、フランスのカイエ・デュ・シネマ創刊600号記念号の特別編集長を務める。カイエ・デュ・シネマは300号から100号ごとに映画人を編集長に招いて記念号を発行しており、過去に記念号の編集長を務めた映画監督は、ジャン・リュック・ゴダール、ビム・ベンダース、マーチン・スコセッシなどがいる。 2005年4月、東京芸術大学で新設された大学院映像研究科の特別教授及び映画専校長に就任。北野大も祝徳大学教授であったので、兄弟で教授となった。2007年5月、カンヌ国際映画祭60周年特別記念企画、通一チヒズオンチネマに、 世界五大陸25カ国から選出された35名の著名な映画監督の中で唯一の日本人として名を連ねた。2007年8月、第64回ベネツィア国際映画祭にて、北野の映画監督作、監督、万歳。に基づき、監督、万歳。賞が新設され、表彰式に出席した。2008年6月19日、 第30回モスクワ国際映画祭で特別功労賞を受賞。2003年の神道カネトに次ぐ2人目の日本人受賞者となった。20日の会見では、ロシアの人は自分を過大評価している、数々の芸術家が出ているロシアで表彰されるのは恥ずかしいと語った。2010年3月9日、フランス芸術文化勲章の一つであるコマンドゥール賞を受賞。 13日の帰国会見では、勲章の披露の前に、自身が作った、バンクーバーと書かれた金メダルを出すボケを行い、笑いを取った。2011年秋公開予定だった、アウトレージにについて、宮城県でクランクインの準備をしていたら、東日本大震災に遭遇し、ロケが取り留めとなり、6000万円以上損害が出たと、語っている。なお、アウトレージニは、舞台を、 神戸市に移してアウトレージビヨンドとして2012年10月6日に公開2016年アカデミー賞を主催する米映画芸術科学アカデミーよりライター部門での会員候補に選定された大森なおはたけしについて説明がないまま始まる恐怖がいつもありますと話しているアウトレージ最終章の撮影中大森は撮影当日現場で マシンガンが傘に刺さっているのを知ったので、そういうことなのかと思い、たけしがいない間に傘越しに打つ練習をした。ところが、そのエピソードを聞いていたたけしは、おいらは漫才出身だからねと涼しい顔をしおり、さらに、だからテストを重ねた方が役者に芝居が入っていくという道理がわからない。それに、漫才は一発目が勝負で、 やればやるほどネタを知っている客は笑わなくなるから、北の国でも、その新鮮さを求めるやり方を踏襲して、特に指示も出さずに、いきなり、どうぞって言うんですよと笑った。大杉さざ波は、その緊張感があるたけし映画の